ブライノ軍は1958年のアメリカ合衆国の西部劇映画。監督はヘンリー・キング。主演はグレゴリー・ペック。妻を4人組の暴漢に殺された男の復讐劇。原作はフランク・オルークの小説ザ・ブラバードズ。アメリカ南西部の村リオアリバで銀行強盗を働いた4人の教官ザッカリー、テイラー、パラル、ルーファンが処刑されようとしていた。 だが、そこに現れた死刑執行人のシムズは、保安官を刺して、重傷を負わせると、自らは射殺されたが、その騒ぎの最中に4人は逃亡する。シムズは、偽物で彼らの仲間だったのである。村の若い女性エマを人質にとって逃亡した4人を、捕らえるべく、村から捜索隊が出されるが、その中に並々ならぬ執念を持った一人の男が、いた。 その男、ジム・ダグラスは半年前、自分の留守中に4人組の暴漢に妻を殺されており、逃走した4人を犯人と見て、復讐を果たそうとしていたのである。彼らを一人また一人と追い詰め、妻の復讐を果たしていくジムであったが、最後の一人となった、ルーファンをメキシコの家まで追い詰めたジムは意外な事実を知る。ジムがザッカリーたち4人組を妻のアだと、 確信していたのは逃亡中のザッカリーに殺された、隣人のバトラーの証言を信じていたからなのだが、実は、バトラーの証言は嘘で、ジムの妻を殺して金を奪ったのはバトラーだったのである。村に戻ったジムは、教会で神父に、自分の勝手な思い込みで三人の男を殺してしまった罪について懺悔する。そして、村人たちに英雄として称えられたジムが幼い、 娘とかつての恋人ジョセファと三人で新たな生活を始めるであろうことを示唆して物語は終了する。カッコ内は日本語吹き替えろってんトマトズによれば5件の評論のすべてが高評価で平均点は10点満点中8点となっている。ありがとうございます。